こんにちは、こんばんは、レイです。ティからの動画、今夜も始まりました。で今回の、ね、テーマは、婚活でも恋愛でも、まあ、男女の、ね、デートとかで、必要な、まあ、必要ない人には必要ないアイテムかもしれないけど、まあ、必要なアイテムで車というアイテムについて、話したいと思っております。ちょっと動画スキップしたり、他に閉じて、どっかへ行かない、ちゃんとね、ちゃんと、最後まで見てください。あの婚活ネタね、好きな方もちょっと関わってることがあるんで、最後まで動画ね見ていただけたらいいなというふうに思います。でまず、ね、また話を戻しますけれども、なんでこんなこと言うのかというところで、東京都心に住んでる方は、まあ、駐車場代も高いし公共機関というのもねあったりするんで、車持たなくても別に移動に苦労はないよと。ただね、今ちょっとコロナな時期なんで、特に地方の方はもう車持ってて当たり前、ね、この東京都以外の方はね当たり前になってます。だから20代とか30代前半とかの方はもう車いらないよって方が多いと思うんですよ。興味ない方いっぱいいると思います。無駄だよっていう方もねいます。だけどね、やっぱりね30代後半から40代50代60代とやっぱりその世代になってくると、もう車っていうのはね、あの県民であればね、あのまあ府民もいるよね、都道府県の都以外の、道府県の住んでる方っていうのは車もう当たり前に持ってる方がね、いらっしゃると思います。で特にねこの婚活で、あのこの最近ね女性と絡んでましたから、いろんな話をする中で、あの埼玉県ですよ、埼玉県なんですけど、あの女性からの意見で多かったのが、車持ってない方はちょっとということで、なんか買えないのかなとか、そういうふうにちょっと経済的に余裕がないのかとか見ちゃうみたいで、足元だから見るじゃないですけど、そういうイメージを持ってしまうっていうのは何人もいました。でこの間の女性なんかは、あの持ってない人はもう選びませんと言ってました。やっぱりね、まあ、県民性はあるのかもしれないけど、ドライブ好きな、ね、女性多いんですよ。やっぱり男の人の運転でどっか連れてってっていうね、そういうあの女性がね多いんで、だから持ってない人はもうレンタカー借りてね行くとかね、やると、まあ、いいんじゃないでしょうかと。まあ絶対やれよってことではないんでね、全然強制とかはしているつもりはありませんので、ぜひね、そういう方多いんで、もし埼玉県民だとか、まあ道府県の住んでいる女性を狙うんであれば、その年齢がいってる方、若い人たちは別として、年齢が上がってるんであれば、まあ、持ってた方がいいですよというところと、だけど別に女性の意見からすると、車は何でもいいそうです。動けばいいって言ってました。大体多くの意見がそれでした。ただエアコン壊れたりとか、旅先で泊まるような車はダメよ、そういうのとか、あとは不衛生な車ね、もう見るからに汚いっていう感じのもの、もうドアノブも触りたくないっていうような、ね、シートがほこりだらけとかってね、もう積もりまくってとか、そういうのが、あと物を置いてるとかね、床のところに物を置いてるとか、そういう車はもうちょっと論外ですけれども、まあ、普通にね、乗ってる方だったらいいんじゃないのっていうことを言ってました。ですって、ここでね、まあ、男性側と女性側の意見で、まあ、だいぶ違うよというのがありましたんで、今、ね、視聴している皆さんの中で、このね動画を見ている皆さんの中で、ね、俺はこうだよ、俺はこういうものを乗ってたけど今こうだよとか、ね、こだわりなく経済性重視だよとかね、もう軽自動車で十分だよとかっていう意見とか、女性からしたら、いやこういう車で来たらちょっと NG だなとか、いや別に持ってなくてもいいわよっていう人もねいるだろうし、あとはやっぱりないとは NG ですよっていうふうに同意する、方もいらっしゃると思うんで、思いもよりのこのね動画に対しても、意見をね書いていただけたらいいなというふうに思います。皆さんの素朴な意見というのがね、いろんな方の参考になるんじゃないかなというふうに思いまして、でまあ、結婚してる方は多分もう経済性とか考えて、子供大きかったら軽自動車でいいやとか、まだ子供がねいらっしゃって一緒に出かけるっていう方は、ミニバンを乗ってますとかね、
でも大体なんかね、あの男はミニバンはなんか家族のためであって、運転を楽しむっていうとやっぱりあんまり選ばないね。まああのなんていうの、上のグレードのなんかエルグランドとかね、そういうものだったらまだね、なんかみんな欲しいなとかね、アルファードとかベルファイアとかね、そういうのは欲しいよって方はいると思うんですけども、なかなかねこの ノアとかね、ボクシークラスになってくると自分自ら運転っていうとなんか多分違うんだろうなっていうねところもあったりするんで、まあみんなどんなのあとはどんなの欲しいのかなっていうのもあったりで、今ね俺が乗ってるのがね、ステーションワゴンね、ワゴンタイプの、まあ、普通に5人乗りの、ね、やつで、まあ、そんなでかくないよ、3ナンバーだけれども、居住性は重視で、荷物がある程度ね、ボード、スノーボードやってるから、ボード詰めて、だけど4駆じゃねえみたいな、実は、スバルなのに4駆乗ってないっていうね。というのは、肉でも別に豪雪地帯じゃないから、肉で十分だろうっていうところで、でまあ運転歴が全然ね長いんで、で変なとこいろんなとこ走り行ってるから、ねもうどうしようもないようなところとかね走り行ってるんで、別に怖くないっていうか、雪道で絶対俺ブレーキは踏まないんで、全部エンジンブレーキで止まるという形してます、うん、雪道でブレーキ踏んでごらんなさい、絶対やばいから、やばくなるからね、試しに、いやブレーキ踏まねえのかそんなありえねえだろうっていう人、ぜひ雪道で踏んでみてください。その代わり他の人を事故に巻き込まないでくださいね、危ないですから、回転しますからね、うん、エンブレで速度落としてって最後に軽いブレーキで止まるというところですからね、全くノーブレーキってわけじゃないんで、そしたらノーブレーキって言いますからねノーブレーキじゃないんで、エンブレでちゃんと止まりますよって、それでも十分止まれるからね、飛ばしてなければね、まあ雪道で飛ばさないからね、まあそんな話はいいとして、そうなんですよ、そうなんですよ、どういうことで、だから動画はちゃんとね飛ばさないで見てくださいねこれね、で、なんだっけじゃねえよって、あそうだからね、女性っていうのはそのあまりこだわりがないよと。男っていうのはどちらかというと車とかミニカーとか好きだったじゃない、あれの延長で自分が乗れるバージョンのミニカーと同じ認識っていうかね、だからこだわりがこだわりを持って選ぶのが男の脳みそで、ね、女の脳みそっていうのはまあ動けばいいじゃん、可愛いし、ちっちゃくて可愛い車の方がいいわとかねいう人がいるんで、いやいやそんなことないよっていう女性もぜひね、コメント欄に書いてください、私がこういうのじゃないと嫌だよとか、で自分自身もクラウン乗ってるよとかレクサス乗ってるよとかっていう女性がいたら書いていただいて、嘘ダメだからねハッタリとか嘘はダメだからね、乗ってないのに車も乗ってますとかね、そういうのもダメですからね、ちゃんと今リアルで皆さんね乗ってる方の意見を聞きたいなと、そしてどう考えてるのか、そして結婚後こう変わっちゃったよとかね、結婚してる方はね、してない方はこれからじゃ結婚した時にはもう軽に変えるよとかね、軽自動車に変えるよとか、そういう何かこうねプランみたいなものがあるんであれば、お聞かせ願いたいなというふうに思いますね。で自分の方はね多分ねまあライズという車欲しかったんだけど、ハイブリッドがないんで、ハイブリッドの車は最低限ね、ハイブリッドの車がある設定のある車を買おうと思ってます。あプリウスは買わないけどね、プリウス本当にイメージ悪いから、プリウス以外でハイブリッドの車を買おうかなというふうに思ってまして、でライズはハイブリッドじゃないんだよね、欲しかったんだけど、それでアウトドアっていうかね一人バーベキューとか動画撮ろうかなと思ってたんだけど、まあダメかなと。そしたらヤリスという車がありまして、ビッツとかほらあったりした、ちっちゃいコンパクトカーのもうちょっとなんかこう豪華バージョンみたいなのがあるんで、それをね E4 っていうのがあるんですよ、ハイブリッドの4駆っていうのがあるんで、それちょっとね欲しいな、気になるなと、まあ、最悪肉でもいいかなっていうところで、肉だったら36キロぐらい走るみたいなのがね、リッターあたり経済的にもいいし、で税金も安いし、ね、エンジンオイルも安いと、今5リッター入るからね、エンジンあれちっちゃいのに、それはちょっと不経済だなと、だからここちょっとね2年ぐらいで買い替えようかなとは、計画はしています。
まあ、他にもいい車出たらなんか検討しますけれども、そしてこの連休夏休みは、友達がね、あの100万円現金で中古車買うんで、車を、ね、一緒に見に行こうと思っております。その模様もね、取れた許可を取った上で撮影したいと思います。それでは皆さん、ご